階段を登ってるのかなって思えて、それがすごく今実感できました。とにかくみんなで一緒に入りたかったのが、一体感がすごく好きで、それをこう味わえたのが町田の時の、最強ラーメンですね。そんなすごく成長できたというか、もういろんな初めての遠征にも行きましたし、いろんなことを経験させてもらった1年だったなっていうのが去年なんですね。来年なんですけど、さらにグレードアップして、来年はちゃんと仮面女子としてこのステージで生誕祭をしたいです。まだまだ時間かかるかも、何も保証はないけど、でも私と一緒にいっぱいいっぱい騒いで盛り上がって、素敵な景色を一緒にみんなと見ていきたいです。